アントン・ヘイシンクは、オランダ・ユトレヒト出身の柔道家。身長198センチメートル。国士館大学名誉博士。ユトレヒトの貧しい家庭で育ち、12歳の時から建設現場で働いていた。14歳より柔道を始め、ユトレヒト市内の中等学校を卒業した後、1955年、オランダ柔道チームの指導を始めた。 道上白に見染められ徹底的な個人指導を受けた他日本でも行動館や天理大学で松本康一らの指導を受け選手としての才能を開花させたこの後引退するまで毎年2ヶ月ほど日本に滞在しトレーニングに励んでいた1956年に東京都で開かれた第1回世界柔道選手権大会では準決勝で吉松義彦に 内股で一本負けを喫してサニー、2年後1958年の第2回大会では準々決勝で、山敷君吉に内股返しで一本負けし、ベスト8に終わったが、1961年の第3回大会では準決勝で、小型消し、決勝では全大会発射のソ根ネコウを今朝方で破り、外国人選手では初となる優勝を果たした。この時、 オランダに外戦帰国したヘイシンクを30万人の人々が迎えたという。道場は当時のヘイシンクについて指導には何でも従う素晴らしく素直な選手だった。酒もタバコも慎み、休日は自然と触れ合いながら体力づくりに専念するなど感心するところは埋挙に暇がないと評していた。また出会った当時の彼は 198センチメートルという身長に似合わない弱気な劣等感の塊だったが、第一回世界選手権と東京での武者修行の後に帰国した、彼は見違えるほどの自信に満ち溢れ、まるで選手権者のような貫禄を有していたと、柔道を通しての人間性の劇的な変化に驚嘆したとも語っている。トレーニングにおいては、当時としては先鋭的だった筋力トレーニングを、 体力づくりに用いまた柔道だけでなく様々なスポーツを取り入れていた。この時期に出場したレスリングのオランダ全国大会ではグレコローマンスタイルで優勝し、レスリング世界選手権でも6位という成績を残している。さらに1960年のローマオリンピックのレスリングに出場しようとしていたが、プロ選手と判断され出場は叶わなかった。東京五輪。 柔道表彰式で準優勝の神永昭夫と握手する平身区1964年に開催された東京オリンピックでは柔道の無差別級に出場し決勝戦で日本代表の神永昭夫を9分22秒下さ片一本で下して金メダルを獲得した。柔道が正式競技として初めて採用された地元開催のオリンピックの それも武道イコール体重無差別という風潮が残っていた。当時、最も重要視されていた無差別級で外国人が日本代表を下して優勝を果たしたことは自他共に柔道を老い上げと認める日本にとって計り知れない衝撃をもたらした。そのためこの出来事はその後も国内外の柔道師の話題に頻繁に上っている。平身区が神長に勝利した瞬間、 会場の日本武道館は信じられないものを見たような静けさに包まれ感染していた瀬戸内春美によると破れて泉を正す神永は顔面蒼白になって泣いているようにも見えたという。またこの時、オランダ関係者が歓喜のあまり畳の上に土足で上がりかけ寄ろうとしたが、礼を重んじた平イ区はこれを手で静止して試合場まで登らせなかった。この時の行動は、 例に始まり例に終わるという柔道の精神を体現したものとして、その後も高く評価されている。平心区は後に、レキップ氏のインタビューで、東京五輪で勝てなければ、パリ世界選手権でのタイトルは、何の価値もないものと自身に言い聞かせていたため、五輪での優勝が決まった瞬間はただただ安堵したと、語り、この大会で、日本人が優勝していたら柔道は、地方のスポーツとみなされ、 1972年五輪の正式競技となることはなかっただろうと続けている。また、オランダ柔道連盟会長のヨス・ヘルも、このヘイシンクの勝利がなければ柔道が国際的なスポーツとなることはなかったと述べている。東京オリンピック無差別で金メダルを獲得した直後に、天がで開催された国際親善柔道大会では、決勝トーナメント1回戦で、 加藤正春と対戦した際に、先に、小外刈りで技ありを取られるも抑え込みで逆転勝ちした。しかし、小外刈りの技あり、判定を不服として、次の試合を放棄すると、会場を立ち去った。その不作法な態度に、会場からは非難の声が上がったという。後に平心区は、私の態度が悪かったと謝罪の意を示した。1965年。 第4回世界選手権8 0ラム超級で優勝を果たす。そして自身の足の怪我と全日本王者だった坂口誠二を同大会で破ったことを理由に翌日の無差別級への出場を辞退し現役引退を表明。その後現役復帰し、1967年のヨーロッパ選手権では準決勝でミレムルスカを破るなどして金メダルを獲得する。 ヨーロッパ選手権での金メダル獲得数は通算で21個に上った。引退後は柔道の指導者として活躍するかわら、石油会社の経営も手がけていた。1965年にはイタリア映画《聖書の裁き》に出演し、サムソン役を演じている。第1回世界選手権時、公式体重は 98kg とされていたが、実際は 82kg しかなかった。 しかし、日常の指導を受けトレーニングに励んだ、結果、第3回大会時には1 0 8キログラム1964年の東京オリンピック時には1 2 0ラムまで増量に成功。プロレスラー転校後の公式体重は1 3 0ラムから1 4 0ラムとされていた。晩年、現役時代を振り返って平進区は、私の理想は、金メダルの収集ではなく、 柔道が上手くなることだったと語っていた。1973年、日本テレビにスカウトされ、全日本プロレスに入り、プロレスラーに転校。世界的な柔道家とあって、首脳陣からの期待も大きく、テキサス州アマリロにて、ザファンクスの指導を受け、同年11月24日に、クラマイ国技館において、ジャイアントババとタッグを組んで、 ブルーノ・サン・マルチノと対戦するという、花々しいデビュー戦を飾る。以降、シングルマッチでは、ボビー・ダンカン、ダッチ・サベージ、マイク・デュボア、ムース・モロースキー、ジョニー・ローツ、ケビン・サリバン、ドン・デヌーチ、メヒコ・グランレ、キラー・ブルックス、ボブ・ブラウン、ジム・デュラン、ボブ・リーマス、ジェリー・ブリスコ、チャボ・ゲレロ、リッキー・ギブソン、ボビー・ジャガーズ、ラリー・ズ・ビスコ、ポール・パースマン、ダグ・サマーズ、 若手時代のボブバックランドやスタンハンセンなどから勝利を収め、キラー・コワルスキーやドン・レオ・ジョナサンといったビッグネームとも対戦。1974年6月13日にはゴリラ・モンスーンと柔道ジャケットマッチを行い、1975年12月開催のオープン選手権にも参加するなど、スター選手として優遇されていたものの人気は上がらなかった。 1978年2月5日、高楽園ホールにいて、ジャンボツルダの UN ヘビー級王座に挑戦した試合を最後にリングを去る。その間、1976年は1シリーズのみの出場で、1977年は一度もリングに上がることがなく、オープン選手権以降は事実上セミリタイアの状態だった。なお、1976年には、欧州にて、 夫ワンツノクは世界ヘビー級王座に挑戦している。ババは当時のヘイシンクについてプロレスに適応しようとしなかった柔道着を着て抑え込まれたらこれほど強い男はいないが裸になるとこれほど弱い男もいないと評していた。契約は全日本プロレスではなく日本テレビと結んでおり当時の全日本プロレス中継のプロデューサーであった原明は 視聴率アップのための特効役として、売り出し方にはとても気を使っていたなどと10している。全日本プロレス対談後の1978年11月、ローラン・ボックが新日本プロレスのアントニオ・イノキを、招聘して、欧州の2 2都市で開催したプロレス工業ツアー、イノキヨーロッパ・トゥルネ1978において一時的に、リングに復帰し、同月23日に、 オランダのロッテルダムでチョキとの対戦が予定されていたが、出場を急遽キャンセルしている。IOC 委員を務めた晩年期プロレスを引退した後は指導者としての活動に専念した。1985年から1989年までは国際柔道連盟教育普及理事を1987年より国際オリンピック委員会委員を務めた。百八十七年に 国際柔道連盟より9段くらい、1997年10月には10段位を授与された。指導者としては国際大会におけるカラー柔道着の導入を提唱していた。1988年のヨーロッパ選手権で採用にこぎつけた後、国際柔道連盟総会における数度の秘訣を経て、1997年、 フワンアントニオサマランチ IOC 会長の意見表明の後押しを得て、世界選手権におけるカラー柔道儀採用が実現した。1999年、2002年、冬季オリンピック招致活動における、収賄疑惑で警告を受けている。2000年3月、国士館大学より名誉博士号を授与され、学位論文として、柔道柔道、 社会的側面と生態力学的原理に基づく二つの白マイナスを発表した。また同年の叙勲において日本国政府より正4位、訓三道随法賞を授与された。2004年国際柔道伝道入り。2010年8月27日、平イ区は故郷のユトレヒトの病院にてその生涯を閉じた。76歳没。 ウィレム・アレクサンダー・オランダ皇太子は、ヘイシンク氏は決して忘れられることのないスポーツ界の英雄でしたと語り、フランス柔道連盟会長のジャンリュック・ルージェは、ヘイシンクについて、我々は素晴らしい人物を失ったと声明を残すなど、各界でその死が惜しまれた。翌9月に、東京、代々木第一体育館で行われた世界選手権ではその功績を称え、 大会初日の9月9日に会場で平ン区の追悼式が行われた。ありがとうございます。